ストーリーのステージを進めていきましょう。7の1はストーリーのみなので、7の2からです。教習の内容は、赤い敵2種類の HP が大幅に増加。2種類とも、HP が回復していくので、火力が低いと倒しきれなくなりますね。コストがきついので、戦法を4人入れています。戦法をコーレアにすると、やりやすいと思います。このステージは、敵が3ルートから来ます。白い剣士と術師が斜めに来るルート、HP が強化されている敵が来る右下のルート、そしてドローンが迂回してくるルートです。HP が強化されている敵は右下ルートにしか来ないので、そこへの配置を多めにしています。左も敵が増えて抜かれそうになるので、さらに撃破戦法を置いています。右は敵が溜まりやすいので、範囲狙撃を1人置いています。さらに単体狙撃を置きます。これはドローンがこの位置で一旦止まるので、その間に攻撃できる位置にしています。右に敵が流れ込んできたので、撃破戦法を下げて、右に遠距離前衛を置きます。さらに、右の戦法をジュナーに交代して、ブロック数と攻撃力を上げます。左も敵がたくさん来るので、コストが溜まったら、ポプカルに交代します。右のアタッカーやジュナーは、スキルをどんどん使って回します。最後の戦法、クーリエも、コストが溜まったら、グムに交代。これでようやく配置が完了しました。あとは最後までこの配置です。攻撃と防御が両方高いジュナーは強いですね。さすがに7章ともなると最初のステージから少し難しいです。ポプカルはスキルを使うタイミングが重要なので、そこだけ注意です。今ポプカルのところに右上から術師が2体来ていますが、術を打ってきて歩みが遅いです。その直後に3体が突っ込んできて溢れるので、術師に合わせてスキルを使って早く倒します。ここを乗り越えればあとは最後までいけます。ところで7章と同時にダブルの限定スカウトが来ていますね。僕は今のところ167連でダブルがまだ0です。限定だから引いておきたいんですけど、引けずに終わるかもしれません。ご視聴ありがとうございました。